フォトクック更新頻度の低下理由は毎晩上げてるね動画をご覧ください。アスパラベーコン巻き、ちょっとアスパラがね安売りだったんですよ。アスパラベーコン、もう行こう。アスパラはベーコンのね幅に合わせて切ってます。でこの辺ちょっと太かったんで半分に切りました。塩茹でにします。ゴー、よし。多分2分ぐらい茹でました。よし、揚げて2本ずつぐらい、いや3かな、3本ずつぐらいでいきます。じゃあ爪楊枝がないんで頑張って焼くしかないですね。ちょっと太いかな、まあいいやちょっと太いなこれやりすぎか、まあいいわ、続けよう。よし、巻き終わりました。オリーブオイルをひいて、巻き終わりを下にしてちょっと置いていきます。軽く塩コショウ、ブラックペッパーを、で蓋します。よし、これで多分いけるでしょ。あーちょっとまずいかなこれは。適当振っとけ。もあー何だかいけるやろこれ。盛り付けでね何となく整えたらいいよ。完成ですかね。はい、まあ、結構こんがり加減とかは再現できたんじゃないでしょうか。とりあえずまあ食べてみよう。ちょっとアスパラが思ったよりくどいというか硬いですね。あの半分に切ってで結構思ったより長く茹でたんですけど、じゃちょっとアスパラが硬いというか なんだろうちょっと調理したことがないんで処理方法が合ってるのかどうか分かんないんですけど、やったのは本当に一番下の部分ちょっと切って、4等分ぐらいにして、太いとこを半分に切って茹でただけです。ピーラーとかかけた方が良かったんですかね。ちょっと硬い、てかもっと茹でた方が良かったのか。味は悪くない、ベーコンと合ってる気がする。ちょっと今回写真のね参考にしたとこ以外もちょっといろいろアスパラベーコン巻きのレシピ見てみたところ、ピーラーかけてる人もいるようですね。もしかしたらこの硬さが好きっていう人もいるんかもしれない。俺はちょっとかけとって良かったなと思います。今回のアスパラベーコン巻きは14点でした。ちょっとねやっぱ定番じゃんこれ。俺も正直アスパラ安売りって聞いた時に見た時にねもうこれしか思い浮かばなかった。そんだけ定番ということであんまりコメントございません、ね、ちょっと言いたいところだけ言うわ、まあ、味の3点は何、アスパラの下処理だから硬い部分をピーラーかけたからといって4点にはならない。さっき言った通りもう、ね、味も含めてお手軽。やっぱクックパッドのね歌い文句、ビールのおつまみにとかプラスアルファのおかずにみたいな、ね、味も含めてお手軽だからもうまあまあ3点ぐらいで、香りもは普通だし別にベーコンの香りです。アスパラがなんか初めて調理したけどなんか思ったより味しないなみたいな、切ってる時に嗅いだら木の幹の匂いだから大丈夫かなと思ったんだ、だけどまあ香りはベーコンの香り。見た目の3は
ベーコンのピンクにアスパラの緑、春って感じですね、これからの。やっぱ作業も、まあ、特に巻いて、いや茹でて巻いて焼くだけ、簡単。あ、でも それだ、爪楊枝をちゃんと使いましょう。今回の一番の範囲は焦げついちゃったことだと思うんだ、正直。だけどな、それはちょっとわざと焦げつかせたところがあって、巻き終わりをね、爪楊枝がないがためにちゃんとくっつけないとダメと、だから固定した。その結果そこがくっついて破れたっていう感じなんで、爪楊枝をねちゃんと刺して固定してたら揺すって焦げつかなくできるから、それはちゃんと買え、爪楊枝ぐらい常備しておけ。それは買います、私は爪楊枝。安ささんも特に言うことなし。まあアスパラはね50円ぐらいでした。ベーコンも買えない高さではございませんので、3、14点、もう普通というか、まあ、材料あったら作っておけぐらいかな、ですね。チャンネル登録高評価ボタンがあるんだからポチっておけ、それだから。